皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと牧地です。今日はお母さんとマザコンデを過ごすっていう感じで今ドライブをしてるんですけども、で運転手さんに協力していただいて、ちょっとこんな感じで本当ありがたい、ありがとうございます運転手さん。全然声出ちゃっても大丈夫なんですよ。はい、ちょっと今から親子のイチャイチャタイムをさせていただくんで、運転手さん気にしないでくださいね。はい、今日はどうしたの？久しぶりにママに会ったからマザコンをねやりたいなと思って。だって毎月1回ママにチューしてもらうじゃん。何それ？ママチューして。いやだ、もう何なの？はい、チューして。あ、ちゃんとチューして。あー、わー、やばい。で今回ママにいろいろ聞きたいことがあって、まあ、たまにね視聴者さんからコメントで性別トーク、親から見てああいう動画出してる子でもどう思うのかっていうのをちょっと聞きたいんだけど、なんか動画って別にその下ネタではないっていうか、ちゃんとした真面目なテイストで出してて、確かにそのタイトルとかは結構ね目を引くように作ってるんで、そういう風に見られちゃうんですけど、でも内容中身ちゃんと見ていただいた方だったら中身は真面目なんだなって思ってもらえるんだよ。大体ねとちょろっとサムネだけ見てる人だとそうなるから、子供がこういう感じの動画出してるっていうのをどう思うか、どう思いますか？すごい複雑っていうか、複雑なんだけど。複雑なの？ねえ、だからタイトル見るとちょっと衝撃的に見ない方がいいかなと思う。やめてよ。だから正直、うん、あんまり見てないんだよね、そういう動画。めっちゃ衝撃的なんだけど。いや、あんまり見てない。いや、この動画の趣旨がちょっと危うくなってきた。なんかこの子何って思うぐらい。中身は結構ね、真面目に作ってるんだよ。ああいう動画って意外とね、見てくれてる方が女性がめっちゃ多いの。男性よりも自分と同性になった人が、いろいろ気になっちゃうのかな。ああ、なるほどね。うん、そうかもしれない。ね、ただね、最近めちゃめちゃ不安になってることが一つあるの、うん、それはさ、多分視聴者さんからしたらあんまり関係ないってことだと思うんだけど、うん、YouTuber ってさ、うん、企業案件っていうのがあるわけですよ。私のその知り合いにですね、大手企業も上場企業さん、うん、で YouTuber さんに広告をねお願いしたことがあるんだって。その社員さんがうちと高校の同級生なんだけども、プライベートになった時にね、あなたの会社がもしこうやってコラボレーションだったらうちのチャンネルどう、印象的にどうって、なんか広報の仕事してるから、うん、じゃあその目線でドライに答えていいかって、そしたら、あーちょっと、うん、サムネタイトルのあれが多いかなみたいな、うん、マジかと思って、うん、そういう下ネタじゃなくて真面目な動画出してるんだよっていうのは動画を開かないとさ気づいてもらえないわけじゃん、まあね、したらさ、じゃあどうしようかってなるじゃん。 どうしたらいい？もうサムネとタイトルも真面目なやつにするってこと、うんうん、そうね、そうした方がいいかもしれない。見てもらえないよ。え、そう？いや、わかんないけど。じゃあやってみたらいいじゃん。一度どっちがあれになるか。 YouTuber やってるとさ、うん、結構その再生数にとらわれちゃうっていうかさ、せっかく頑張って撮影して作った動画が再生数落ちちゃうと、うわーみたいな感じになっちゃうのね。結構こう見えても悩みがいっぱいあるってことなんだよ。悩みあるよ、そりゃ。初めて知った。あ、本当？だって、なんていうのかな、のほんといるからさ。あ、悩みないように見えて悩んでるよ、意外と。その仕事に関してはね。YouTuber ってさ、ほんとさ、良くも悪くもさ、結果がさ、全部視聴者にも見られちゃうじゃん、うん、再生数ってところで。だからみんな追いがちになるからさ、どんどんさ、ちょっと大げさに見せたりする人が増えちゃうんだよね。まさかの結果がみたいな、うんうんうん、とりあえず、うん、一回そのじゃあちゃんとインパクト重視じゃない真面目なタイトルで一回やってみようかな、うん、やってみて、ほんと。そしたら企業さんいただけますか、うん、そうね、そうだね。ね、じゃあ二つ目、うん、なんかママのさ、国の人ってさ、なんで元男の子多いの？なんでなんでしょう、こっちだって聞きたい。そうだよね、なんかタイとかもそうだけどさ、うん、元男の子率高くない？そうね、ほんとほんと当たり前っていうかね、女の人の方がなんかどっちかというとその強い力を持ってるとか、そういうのはあんまりない、うん、家庭内で女の人の方が強い、フィリピンって、うん、そうね、強いんだ、うん、
女の方が強い、なんていう気が強いっていうか、フィリピン行くとさ結構さ昼間から男の人がお酒飲んでたりとかさ結構外で、ね、まあそれはどうかわかんないけど結構働いてる、ずっとママが日本にいるからさ、あそっか、怠け者が多い。以前なんかのテレビかなんかで見たんだけどさ、ちょっとママには申し訳ないけどさ、フィリピンってその、まあ、発展途上国じゃん。でそれってもしかしたらずっと発展途上国のままでいる理由が陽気な、なのほんとした性格だから働き者が少ないみたいな。それはあるよ、認める。やっぱそうなんだ。ママから見てもうそれも嫌だなと思ってるとか。もう好きだけどね、青木はあの空気感好きだけど、でも生活はできないでしょ。そう、あと思ったのがフィリピンの人って兄弟めっちゃ多いじゃん、うん、なんだろう、ちょっとまあキスして、ちょっと何それ、ちょっとマザコンタイム、またキスして、この子何なの、充電なくなってきた、うん、充電なくなってきた、どこ、じゃあ、この喋る、あ、はいはいはい、どうぞ。ちょっと満タンになったから、で、その何だっけ、何話したんだっけ、だから、うん、子供が多い、そう、子供が多いじゃん。それで子供たちが大人になったらその親をみんなで支えてあげるって、なんかそういう文化じゃない、フィリピンって。一人の親にみんなにお金をこうやって送金して。そうだよね、そうだよね、小さい子だから多分、うん、もうそういう風にこう家族愛が強いよね。そうだよね、もう神様の次に偉いっていう。まあ日本も親をもちろん大切にするけど、うん、でもちょっと違うよね、その愛情の表現の仕方がね。それが面白いよね。私もそのフィリピンの血入ってるんで、なんかフィリピンバカにすんなって言われちゃうかもしれないけどさ、一応入ってるから、なんかその当事者としての考えっていうか、でもそういう風に育ってたわけじゃないでしょ、うん、うん、ママはどっちかっていうとね、日本的じゃない、日本的に育って、うん、あとはなんか聞きたいこととかある？3つ目の質問、ちょっと3つ目の質問行く前にさ、うん、ちょっともう一回やっちゃってもらっていい？何？キスしてもらいたいっしょ、お願い、あで、はいどうぞ、はい、3つ目の質問が、ぶっちゃけさ自分の子供だから遠慮なく言ってほしいんだけどさ、うん、あんたここをこう直した方が女っぽく見えるよみたいなのある？全然言ってもらっていい。例えばなんか髪型の作り方とか、あとは体型とか、肩幅広いんだよお前みたいな感じの。ない、動画になんないから、厳しく言ってくださいよ。本当ないから、そういう部分はないの。だってママのさ、友達とかさ、もっと男の子とかいるんでしょ、うん、だからママってさ見慣れてるわけじゃん、要は。あー、分かった、地味地味じゃないよ全然。いや地味だから、もうちょっとこう華やかにした方がいい。黒い服を着た方がなんか細く見えるかなと思って。いや、違う、細いから。じゃあどの辺直した方がいい、具体的に地味っていうのは。いつもロングスカートだしさ、まあミニスカート履いてほし、履いてほしくない。パニさんにも言われたの、韓国の元男に行く YouTuber のカノンってなんでいつもロングスカートなのみたいな、なんか体のライン見せる服とか着ないのみたいな言われて、それ度胸っていうか、なんかぶっちゃけると未だにママと一緒に女風呂とか女トイレとか入るの嫌、うん、なの、恥ずかしいの。ママも嫌なんだけどそれ。じゃあ認めてないじゃん。いや、だって芋キッチンも嫌なんだよ。何が？ママと一緒に行くの？そうそうそう、ママ的も。あ、そうそうよ。あ、じゃあ別に関係ないんだ。別にもう自分の性格なの、それは。あ、そうなんだ、子供と一緒にトイレ行くの嫌なの、うん、そう。なんでなんで？プライベートじゃん。やっぱ女の人ってそうなんだな。男の時はね、全然で、みんなで一緒にトイレ行こうぜみたいな感じでさ。一緒にさ、お風呂入りたい今度？嫌だ。なんで？嫌なんだもん、だってゆっくり入りたいもん。温泉だったらいいよ。デブしていい？動画撮って今の体。やめなさい。私たちさっき焼肉屋さんで撮影しようかってなって、OK 最初言われてたんですけど、あ、商用利用ですかっていう感じで到着した途端に、まあ、最初私たちは伝えてなかったから、まあね、まあ、撮影だけって言ったから、あ、いいですよって言われたんですけど、なんかビジネスとして使うんだったらちょっとって言われて撮れなかったんですよ。それでご飯だけ食べて、どうしようか、でカラオケボックス行こうかってなったら、なんか週末なんで空いてなくて、じゃあもう車の中で撮っちゃうみたいな。やっぱ事前のね、準備が大切だね、うん、でも大人になったでしょ。そう ね、そういうとこでね、すぐカメラ閉まって、よし、じゃあ端子を頼もうかって。今までは大人だったからね、うん、だって何が自分で認めてるし。何を
わがまま、もう自分の思い通りにならなかったら、そうがままだから、すごいいつまでも言う性格だから。え、じゃあちょっとご褒美をチューしてくれない？あ、またかよ。そう、ね、まあ、全然届かない。違う、ここにキスして、ここ、届かないんだよ。はい、はい、あー、はい、もうこの親子おかしいねって絶対言われるよ、視聴者さんに。いや、もう分かってるから。ほんとママの子供に生まれてきてよかった。キスしてもらうとね、あの生まれてきたばっかの頃思い出すんだよね。あ、生まれてきたばっかの絶対覚えてないと思うけどね。まあちょっといろいろゆるゆるでしたけども、今日こんな感じでママにいろいろ話を聞いていきました。ぜひ少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、評価お願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、 あと TikTok とノートもやってますので、そちらもぜひ画面の人からフォローお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあちょっと寝る前のキスいただいてもいいですか？はい、じゃあ、はい、あー、気持ちいい。もう何回もだって。